やっぱり連絡つかないな。一体どこにいるんだろう。って、言った。あら、ごめんなさい。影が薄すぎて、全然気づかなかったわ。影がとーっても薄いから。こんなところにいたのね、夏美さん。お母さん。あら、そんな目で見ないでよ。わざとぶつかったわけじゃないんだから。本当に気づかなかったのよ。それは嘘じゃないから。はい。あなたはいつもそうよね。私がわざとやったみたいな目で見てくる。でもあれよ、大切な嫁で、ましてや妊婦さんなんだから、そんなひどいことするわけないでしょ。大切な孫を身ごもってるあなたにさすがに変なことはしないわよ。やめてよね、わざとみたいな目で見るの。お母さん、ごめんなさい。謝ればいいってもんじゃないのよ。私はそんな疑いの目で見られてとーってもショックだったんだからね。さーて、掃除掃除。いった。あら？これもわざとじゃないからね。たまたま掃除してたら当たっちゃっただけ。というか、掃除の邪魔だから突っ立ってないで座ってて。それかさ、もう少し影を濃くしてもらえると嬉しいんだけど。ああ、でもそんなの無理か。ああ、忙しい忙しい。私は夏美、妊婦だ。今義実家でお母さんと同居しているんだけど、こんな風に地味な嫌がらせをしてくる。その理由はわかってる。バツイチの私との結婚をお母さんは納得してないからだ。私は今の旦那と結婚する前、ある男性と結婚していたんだけど、浮気されて離婚した。そんな私が息子と結婚したことが許せないようで、こんなことをしてくる。旦那に相談しようにもわざととは言えないようなことをしてくるので、なかなか言いづらいんだよね。だから耐えるしかないんだ。地味だけど確実にストレスは溜まっている。こんな生活いつまで続くんだろう。そんな辛い日々を過ごしていたある日のこと。お母さん、お聞きしたいことがあるんですけど。あ？なーに？さっき洗濯しちゃいけないあなたのコートを洗濯したのはわざとじゃないからね。また疑いの目で見てくるのはやめてよね。いや、その話じゃなくて、おばあちゃん、お母さんのお母さんに妊娠のことを報告したくて、ずっと連絡してるんですけど、電話がつながらないんです。今どこにいらっしゃるか知りませんか？お母さん？お母さんのことなんか知るわけないでしょ？私、あの人大嫌いだから。どこにいるかも全然知らないわ。そこどう言って？旦那のおばあちゃんはとてもいい人。私たちの結婚を心から応援してくれた。おばあちゃんの後押しがあったおかげで結婚できたと言っても過言ではない。だからそんなおばあちゃんには妊娠の報告をしたいんだけど、全然連絡がつかないんだ。しばらくこもるとか言ってどっかに行ってしまったんだよね。こもるってどこにこもってしまったんだろう。こうなったら探偵でも雇うしかないかな。うん、そうしよう。お母さんはきっと聞いても教えてくれないし。確かここら辺に新しい探偵事務所ができたんだよな。あ、あった。探偵事務所で相談してみよう。失礼します。おっしゃ。こんにちは。ようこそ。失礼しました。ん？間違えたかな。いや、ここのはず。もう一度開けてみよう。失礼します。お帰りください。スマモ、帰れみたいになってるから。いらっしゃいませ。あれ、ここ探偵事務所じゃ。あなたたちは？スモモたちはスモモ探偵団。ここはスモモ探偵団のアジト。お父さんから使ってない物件借りて探偵団の事務所にしたの。なんか困ってるんでしょ？人たち助けてあげる。あ、いや、まずは自己紹介。スモモはスモロックホームズ。リンは江戸川リンだよ。私は金田一明。あなたは？夏美。夏美、ここには名探偵しかいない。必ず依頼をパーフェクトにこなす。名探偵の間違いじゃ。もしかしてその写真の人を探してるの？え？
ああ、そうなんだけどさ。まあ、知らないよね。知ってる。え？うん、私たち知ってるよ。あ、本当に？うん、ちょっとついてきて。ああ、本当にこの子たちが知ってるんだろうか。いや、本当にこんな山の中に？おい、スモモたち猛獣狩りごっこしてる時にたまたま見つけた。危うくクマと間違えて撃ちそうになったよね。うん、めいちゃん本当にうとうとするからリン怖かった。あこれきっと探偵ごっこに付き合わされてるだけだ。言ってることめちゃくちゃだし、こんな幼い子を信じた私がアホだった。これ以上奥に入ると危ないから帰ろうね。暗くもなってきたし。クン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 。あ、どうしたの？美味しそうな匂いする。わーい、行きます。ちょっと走ったら危ないって。私たちも行こう。はい。で、妊婦さんなんだから転ばないように気をつけてね。あ、うん、ありがとう。あ、こんなところに小屋？こっからいい匂いする。こんにちは。ちょっと勝手に入ったら。あ、誰かいる？そこには大きなシルエットが。これってもしかして。ああ、クマ！そこで私は意識を失った。今日はどんな嫌がらせしてやろうかしら。世の中の姑はアホよね。堂々とやりすぎるから息子に怒られたりするのよ。こうやって私みたいに細かい嫌がらせをちょこちょこやっていけばいいのに。そしていつかストレスに耐えきれず離婚して出ていく。そこまでが私が描いたストーリーよ。夏美さんはどこかしら。はんはんはん。シャワー？こんな真っ昼からシャワーを浴びるなんて生意気な。鼻歌も歌ってるし、本当にありえない嫁ね。懲らしめてやらないと。そうだ、いいこと思いついちゃった。ダメ嫁のシャワーは冷水よね。運転のスイッチを切ってと。はんはは。あー、冷たい。あはは。夏美さん、わざとじゃないのよ。でもお湯には戻さないけど。節約しないと、節約。あはははは、超ウケるわ。ただいま、戻りました。あ？あ？どうかしましたか？ちょっと待って。なんで、あなたがそこにいるの？なんでって、買い物に行ってたんですけど。え？じゃあ、今シャワーに入ってるのは誰？息子は仕事に行ってるはずだし、もしかして泥棒？泥棒なんかじゃありませんよ。じゃあ誰が入ってるの？もしかしてあんた浮気相手を連れ込んだとか？元から怪しいと思ってたのよ。これだからバツイチは。浮気相手でもありませんから。じゃあ誰だって言うのよ。後ろ見てください。後ろ？あー、クマー。人をクマ呼ばわりなんて失礼だね。なんでお母さんがここに？それはさ、夏美ちゃんが妊娠を知らせに来てくれたから。久しぶりに山から降りてきたんだよ。山から降りてきた？はい、そうなんです。実は。あー、クマー。1時間後。まあまあまあ、クマうめえな。クマさんって食べられるんだね。とっても美味しい。おかわりもあるよ。どんどん食べなさい。子供はたくさん食べて大きくならないとね。ここはって、うわー、クマ！おいおい、人をクマ呼ばわりなんてひどい子だね。よく見ろください。こいつはクマみたいな人間。
つももちゃん、それもとっても失礼だからね。そうだよ、すももちゃん、ハルエちゃんは人間のふりしたクマさんだよね。リンちゃん、人間じゃなくなったじゃないか。まあ、クマ寄りのクマってところでいいんじゃない。メイちゃん、それは本当にただのクマじゃないか。ハルエちゃんって、え？おばあちゃん？ああ、夏美ちゃん、久しぶりだね。聞いたよ、私に会いに来てくれたんだってね。そうなの。すごい、本当にあなたたち知ってたんだ、おばあちゃんの居場所。おい、猛獣だと思ってこの前借りかけた。びっくりしたよね、人間で。うん、今年始まってまだ間もないけど、ハルエが人間だったことが今年一番の衝撃。私たちが見た時、クマと取り合いしてたし。すごい、おばあちゃんが力持ちなのは知ってたけど、そんな力持ちだなんて。というかおばあちゃん、山に住んでたんだね。道理で携帯繋がらないわけだ。それで夏美ちゃんは私に何の用なんだい？あ、そうだ、実は私妊娠したんです。それをどうしてもおばあちゃんに伝えたくて。そうかい、そうかい、それはめでたいね。熊鍋でも食べながら詳しい話を聞こうじゃないか。いやー、本当にめでたいよ。ん？少し顔が疲れてないかい？ああ、これは何でもないんです。何か悩んでることがあるなら教えておくれよ。義理でも私は夏美ちゃんのおばあちゃんなんだ。私は夏美ちゃんを本当の孫のように思ってるしね。おばあちゃん。どうしたんだい？私、今とっても辛いんです。辛い？もしかして今、シャワーを浴びてたのって。ええー、私よ。よくも。よくもやってくれたわね。久しぶりのシャワーを楽しんでいたのに。ごめんなさい。まさかお母さんがいるとは思わなかったのよ。それに、全部聞いたよ。あんた、夏美ちゃんに誰にも気づかれないように、地味な嫌がらせをしてるんだって。昔からネチネチしたところがあったが、まさか。義理の娘にそんなことしてるとはね。違うのよお母さん、全部わざとじゃないの、私のうっかりで。でもさっき夏美ちゃんだと勘違いして私が浴びてたシャワーを冷水にしたよね。わざとじゃなかったらあんなに笑わないと思うんだけど。普通はすぐに冷水から戻すはずだよね。だけどあんたはそれをしなかった。違うの、これには訳があって。夏美ちゃん、ごめんね。私の育て方が間違ってたみたいだ。これはもう一度教育し直す必要があるね。よしこ。はい、何でしょうか。しばらく私のところで暮らしなさい。山奥で一緒に暮らしましょう。嫌だ、それだけは嫌だ。お母さん、それだけは勘弁してください。問答無用。もう山奥で暮らすのは決定だよ。持ち物はいらない、手ぶらでいいよ。そうだ、山での暮らしにお金も貴重品もいらないから、全部夏美ちゃんにあげるわ。え？ああ、家もいらないし夏美ちゃんにあげちゃっていいわよね。お母さん、ダメだって。山になんか行かないし、お願い、反省してるから。夏美ちゃん、遠慮せず慰謝料として受け取っておくれよ。はい。それじゃあよいしょっと。おろして、おろしてよ、お母さん、おろして。じゃあ夏美ちゃん、またね。また赤ん坊が生まれたら会いに来るよ。
元気な赤ん坊を産むんだよ。そうだ、栄養をつけるために定期的にクマを送らせてもらうよ。はあ、はあ、ありがとう、おばあちゃん。いやだ。こうしてお母さんはおばあちゃんに担がれていった。そういえばお母さん、おばあちゃんに全然頭が上がらないんだった。本当に山の中で生活するのかな。その後おばあちゃんから旦那に話をしてくれたようで、旦那からは何度も謝られた。まあ気づかなくてしょうがないよ。本当にお母さん巧妙にやっていたし、私も巧妙にやられすぎて言えなかったから。そして1年後、無事に子供が生まれたのだけど、おばあちゃんに知らせる方法がなく、結局私が赤ん坊を連れておばあちゃん家に行くことに。ちなみにあの探偵団に道案内を頼んでいる。探偵団がいないとさすがにこの入り組んだ山道は迷子になる。やべえ。ん？どうしたの？迷子になった。ええー、こんな時はあれだよ、どちらにしようかな、あわわのわに、あべべのべだよね。こっちだ。あ、ちょっと待って。は？滝？ああ、春へ行ったぞ。本当だ。おーい、春へちゃーん。冷たい。精神統一しなさい。心が乱れてるから寒さを感じるんだよ。私なんてほら何にも感じないよ。シャワーの水では。うるさい、あれは不意打ちだったから。さあ、あと10セット。あんたの根性を叩き直すにはそれぐらいは必要だよ。もう嫌だ。何なのよ、あと10セットって。うわぁ、滝修行してる。ん？ああ、夏美ちゃん、それにすももちゃんとりんちゃんとめいちゃんも。どうだい、一緒に打たれてっかい？遠慮をしておきます。って、ああ、その子はもしかして？うん、おばあちゃん生まれたんだよ。おばあちゃんみたいに強い女性になれるように春って名前をつけたんだ。おめでとう、本当におめでとう。春かい、いい名前だね。よーし、春、ひいおばあちゃんと一緒に滝修行でもするかい？させない、させないから。そうだね、もう少し大きくなってからがいいね。いや、大きくなってもさせないから。ああ楽しそうだね。それが、頑張ってね。誰か助けて。こうしてお母さんの嫌がらせから解放され、一件落着。お母さんからの慰謝料のおかげで余裕を持って生活できてるしね。肉体的にはおばあちゃんみたいに強くならなくてもいいけど、春にはおばあちゃんみたいに強い心の女性になってほしいと思ってる。いつか春と二人でおばあちゃん家で寝泊まりしてみるのもいいかも。もちろん滝修行とかはなしでね。春だけじゃなく、私も春江おばあちゃんみたいに心の強い女性になりたいな。一緒に頑張ろうね、春。